フォルツァスタイル、中年と中古車も第3回なんですが、オギー来ません。今日も私たち先着でございます。困りましたね、干からびます。ノイさん、お待たせしました。また間違えちゃった。幕張駅行っちゃった。総武線の海浜幕張でした。結局幕張からタクシーで幕張つながりで間違えちゃいました。まあ、とりあえず今日は爽やかな天気ですしね。ちょっと行ってみましょう。気持ちいいですね。行きましょう。中年と中古車、中年 A 小木山です。転生しても中年だった件、中年 B 森重でございます。今日はあそこに行くんですね。なんと我々幕張メッセに来ております。はい、じゃあ早速行ってみましょう。中古車の祭典があるらしいというので、ね、早速向かってみます。最近モーターショーもね、めっきりあのお台場になっちゃって、こっち来ることはあんまりなくなりましたね。やっぱちょっと遠いですよね。なんか遠いのか近いのかよくわからないこの感覚、ね、そうだから今日朝間違えちゃった。幕張という名前がつく駅が3つ。そうそうそう、まあ、私この辺よく来ておりましたので迷いはしないんですが。何しに来てたの？ドリフトでもしに来てたの？もうしょっちゅうですよ、イベントだなんだって。オートサロンもここでやってるんですか？そうですね、私よく行ってました。あ、そうなんだ。エキサイティングカーショーの時代からしてたんですが、エキサイティングカーショー晴海でやってる頃ですね。すごい昭和なネーミングですね。もうちょっと駅から近いといいですね。大体紹介所って歩き回るじゃないですか。はい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 、中年の足腰にはね。まあそうですよね、かなり応えます、ね、で今日は新車じゃなくて中古車のそういうエキシビジョンがあるんですね。オートカウンシルですか、オートモービルカウンシル、オートモービルカウンシル、紹介所に到着しました。すごいですね、皆さん見てください。これちょっとカメラさん、全身全身全身すごいわ。中古車の祭典でございます。つまり中古車のピンが集まった、ピン切りのピンたちが集まった。そ、ね、うん、まあ、その中古車って中にはヴィンテージカーとかね、うん、なるほど、奥越えの車も展示されてます、はいはいはい、ね、なるほど。じゃあ早速行ってみましょうか。はい、イブリですね。いいですね、すごいね。これデザイン誰でしたっけ？これジュージャールですね。ジュージャールだ。そっか、エスプリの十字路ですわ。ねえ、やっぱり似てますね。まあ、ロングノーズでショートデッキ。でもまあ後ろもオーバーハングがあって。そうですね。やっぱりマセラティは GT カーですね。やっぱり昔の車はこのメッキがいいですよね。そうですね。綺麗ですね。綺麗。わあ、これはデイトナ？デイトナです。デザインはもちろんピニューファリーナでございます。多いね、いわゆるコロンボさんが設計したエンジンの頂点ではないでしょうか。いっぱいあるんでどんどん行きましょうか。三浦か、三浦です。私が個人的に一番欲しい車です。なんとも、この流麗なエレガントなスタイルがすごいですね。色がまた珍しいですね。そうですね、これ珍しいですね。得てして黄色かオレンジか赤に、ね、しちゃうけど。続いてお隣様、これヤマセですね。ヤマセクラシックカーセンター SL いいな。地球まで SL ね、いいっすね、このサイズ感も。そして90年代に入るとこれね、ザ・バブルですよね、はい、うわ、布シートめちゃくちゃ珍しくないですか。いいですね、ね、このチェック。
これはでもすごいですね。グレーとブラックのチェックってやっぱその辺ドイツっぽいよな。ビートルね。ビートルすごいね。はあ。これはそう。これを売りたいのかな。なんすか。あ、パーカプテル。なるほどね。まあアメリカなんか行くとよくこんな感じで保存してますよね。これだと湿度と温度が管理しやすいですね。コントロールできるんで。なるほど。車のジップロックみたいなもの。そうですね。まあ日本じゃなかなかね、場所代とかもあって、うん、まああといたずらされたりね、プスとかね。でも、GT スペシャルってずっと継続してたんですか、名前？中身はもう最新の本番ですね。はい、いいですよ。当時のタイヤのパターンを中身は新しくして、外見は最新の技術でクラシックカーに合うタイヤサイズで作ってくれていると。やっぱり車が古くてもタイヤがね、今時の、まあ、サイズなかったりしますからね。そうそうそう、だとなんかちょっと興ざめながら助かりますね、こういうの本当。はい、ということで次のコーナーやってまいりました。クラシックな BMW がいっぱいずらりと並んでおります。シンプルオートさん、もう BMW のオーソリティですね。今回は代表の方にご登場いただきます。シンプルオート代表の、中年の吉田高田と申します。中年吉田社長、よろしくお願いします。ちょっと老人に一歩踏み込んでるかもしれません。シンプルオートさんの、まあ、特徴、ズバリクラシック BMW スペシャリストと書いてありますが、はい、ちょっと短めに、お店のご紹介からお願いします。はい、うちはですね、32年ほど私が力を、やっておりまして、BMW の200シリーズと 3.0 シリーズを中心に扱っています。マグニート 3.0、はい、周年に刺さるモデルですね。また1970年代、の BMW を代表する有名な2車種ですね、を扱っております。この後ろの車からご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、可愛いな、ちっちゃくて。はい、こちらの小粋なスパイダー教えてください。 BMW700 カブリオレと申します。1960年代の車なんですけども、この車はですね、リアエンジン、リア駆動、まあ、BMW ってバイクがものすごく有名なんですけども、水平対向に行くとのバイクのエンジンを後ろに積んでます。ハード850とか、ああいう感じのエンジンがこう、空冷のやつが乗ってるんですね。ニクトですね。素晴らしい。こんな小さい車なんですけども、リアシートもありますので、大人2人、子供2人ぐらいで乗ると、すごくいい感じの車が、かぶるようになるんですよね。中年一歩手前のお父さんにぜひ乗っていただきたい車ですね。売りの丸に行きましょうか。アルニーはやっぱりリアから行きましょうか。ここです、皆さん見てください。2002、2002って言いますね。 2000cc の2ドアという意味です。排気量とドアの数。はい、でこの丸型テールが、はい、マルニーの前期型というか、はい、当初この前身で作られました。はい、で通称マルテール、マルテールと私たち呼びますけども、今やっぱりマルニーはこのマルテールが圧倒的な人気です。丸いテールの車はもうフロントグリルが、ね、アルミでできてます。で扇形のカクテールは、やはりプラスチック、プラスチックでコストを抑えるためにプラスチックで、はい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 、そのグリルの差だけでも、なるほどね、まあ、10万ぐらいは違う。はい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 、これで580万円。はい、座っちゃって、オギー座っちゃって、すごい、いいですか。はい、これは内装はレストアされてるんですか。はい、過去に一度レストアしております。当社のベアリングの細さ、タップさ、たまんないですね。そしてこのガラス面積がすごい。もうほとんどガラスって感じですね。ピラーも細いので、はい、そうですね。まあ、私たち中年世代にも、はい、安心してくれるので。続いてが 3.0CSA ですね。A は大人のやつ、ね、はい、
これでストレート6が来るわけですね。シルキー6、はい、ビッグ6。この車はですね、使ってる部品とかも全然違いまして、アルミのそのモール、ボディーモール、このぐるっと回ってる一周の、その丸2にも CS も同じようなモールがあるんですけど、丸2は薄いアルミ板をプレスして作ったモールです、これはアルミの無垢なんですよ、それ1本取るだけでも全然そうですね、質感が違います、値段ももちろん違いますし、このドアの子も真鍮でできたモールにメッキをしたんです、ものすごい重量感があります、じゃあちょっとビッグ6から見せていただきましょうか、BMW っていうと6気筒ですもんね。やっぱりこの当時のヘッドカバーとかこう、まあ、厚さといい、こう見た感じといい、なんとも言えないデザインしてますよね。そうですね、今の BMW、まあ、BMW に限らず、はい、今の新しい車ってエンジンルームみんなカバーされちゃって、ね、私たち車好きな人間にとってはちょっと、まあ、寂しいかなと、でこういう車に乗っていただくと、最初はオイルどこから入れるんですかとか、っていう方もいらっしゃるんですけど、何年かしたらご自分でオイル交換、プラグ交換、その辺までされる方が多いですね。やっぱりいい車に乗るとオイリーボーイになっちゃうわけですね。そう、愛着が湧いてくる、愛着が湧いてくる、ね、今回シンプルオーツさんで唯一、フォードアのBMW を持ち込まれております。世代的にはオギー、これ僕ら中年間よく見た形だよね。なんかセダンなんだけどかっこいいさ、シルエットしてるよね、刺さる。このストライプとこの車両はですね、初代5シリーズ E12 っていうシリーズの、中でも最終の方に移りました M535i というモデルで、 M 社が手掛けた車です。で、まあ、200ターボと同じ色のこのラインが入っています。このインテグですよね、こうやって入れたら入れただけ長く乗れますよね。そうですね。ちなみにこちらはおいくらなんですか。この680万ですね、高いと思われるか安いと思われるか皆さんそれぞれでしょうけど、私は妥当な値段かな、適正ですよ、適正だと思っております。私も来週からまた今年もドイツ行くんですけど、海外の値段ももちろん見てます。ただ海外の方が絶対高いと思う。そうですね、はい、日本って意外な車が安かったりするんですよね。幸せです、日本人は。ありがとうございました。どうもありがとうございました。次のブースはですね、ボルボさんです。ボルボさんはクラシックガレージという取り組みをなさってます。お話を直接伺ってみたいと思います。ご紹介します。よろしくお願いします。ボルボークラシックガレージ中年の阿部拓です。ありがとうございます。ありがとうございます。毎度お世話になります。ボルボークラシックガレージは1950年代から、1998年までの FR のボルボを中心として、整備、あとは中古車販売等をさせていただいております。90年代の車というとパーツとかがすごく気になると思うんですけども、ボルボさんは純正パーツを作ってくれてるんですか。はい、ボルボは純正パーツ今でも、生産していまして、供給も、安定して供給しています。へえ、はい、じゃあちょっとブースの車をご紹介いただいてよろしいですか。はい、じゃあお隣から行きましょうか。はい、こちらが、ボルボ240スワゴン、グレードがタックっていうグレードで、ありましたね、スウェーデン語のありがとう、サンキューですね、という言葉がスウェーデン語でタックっていう言葉で、そのありがとうっていう、モデル最後の年式ですね。1993年まで生産してたんですけど、それの最終モデルになります。なるほど。ということは、はい、クラシックガレージに入庫して阿部さんに点検していただいたら、タック阿部って言えばいいんですね。はい、皆さん覚えましょう、タックですよ、スウェーデン語は。ありがとうございます。このやっぱ後ろ姿がいいですよね。そうですね、ガラス面がね、高いですよね、広い。これちょっとゲートを開けていただいてもいいですか。ね、似てるんですけど、固定品なるもので、はい、やっぱりこの94万のが後期モデルなので、いろんな面で新しくなって、このトランクのフードなんかはアルミ製でできたりとかしてました。軽いアルミでね、
四角で使いやすそうだな。四角でゴルフバッグ4つ詰めるので、ね、皆さんでゴルフ行くと便利な、お土産もいっぱい持って詰めますし、ちょっとみんなでワイワイ言いながらね。そうですね。ね、ちょっと中を見せていただいてもいいですか。はい、でも、あー、このドアの感じ懐かしいな。オーギー、それ読書灯なんだって。読書灯とか、まあまあ、マップランプって通信だったりとかして、当時ナビがないので、はいはいはい、地図をね、助手席の人が地図を広げた時に、はいはい、このランプをつけて、必要ですよね。うわ、これいいな。これだってスカンジナビアデザインですね。そうそう、まさに同時のあのアクセサリーオプションだったり、それがそのままついてるって非常に可愛い、今となって可愛い、これまたフレキシブルです。やっぱこのダッシュボードの狭さが昔の車な今もう本当に奥行きがね、あって、やっぱこの雰囲気いいですね。バッチコ、これ最高ですね。これエンジンは4気筒の 2.3、 これは 2.3 のターボですね。ターボですか。ターボチャージャーがそこについてて、ターボチャージャーはあの日本の三菱さんのターボチャージャーがついてまして、水冷ターボがついてるんで。あ、水冷なんですね。水冷なんですよ。それなのであのタービンが焼き付くとかっていうのがあったんですけど、これはもうその対策をしてあるんで、昔の車を知ってる人はよく分かると思うんですが、ターボタイマーなるもので、はい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 、走った後そのエンジンしばらく止まらないっていうようになってる、そういうのもいらないあのお湯を回してたんで、それで焼き付き防止したいと、本当に日常使いに使えるようなターボですね。昔あのエルメス仕様のやつがありましたよね。ありました、はい、あれは S90 ですか、はい、S90 のロイヤルのエルメス。 あったロイヤル、はい、あれはもうさすがに弾あんまないですか。そうですね、あの現存で今多分10台前後しかないと思うんですけど、あ、言われたな。そうですね、内装の革がエルメスのレザーですね、はい、うん、まあ、こればっかりは出会いですね。そうですね、どうしてもね、タイミングなと思いますね。で最後になりますが、ボルボクラシックガレージはどちらにあるんでしょうか。ボルボカーズ東名横浜というお店の中に、あ、正規ディーラーありますよね、はい、この中でやっています。がっちり仕上げたボルボクラシックガレージのクラシックボルボ、皆さんもチェックしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、まだ半分見てないかもしれないですけど、さすがにちょっと疲れましたね。お腹いっぱいというか、やっぱね、中年はね、こういう紹介所歩くとふくらはぎにまず来ます ね。で車がいいからついついこう足が進んでいって、で気づくとぐったりみたいな。そうですよ ね。まあ同じところにまた戻ってもう一回見直しちゃったり ね。でもまだ半分だから、休憩したらちょっと昼寝したいですけどね。そうね、外いい天気だし ね。よし、とはいえ力振り絞って行きましょう。後半行きますか。行きましょう。スマホも忘れないでね、中年。すごいね、これまた実際以上にマニアックな世界ですよね。中年愛のコーナーでございます。奇跡の一台です。